佐藤美久の女優道始まります。皆さん、今回も佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。未だ新型コロナウイルスの影響が世界規模で蔓延し、少なからず我々の一般生活を日々脅かしてきています。皆さんの周りはいかがですか？ただ、どんな状況下にあろうとも基本の感染予防は手洗い、うがいの励行、そして3つの密、密接、密集、密閉は避けることで、自分たちが感染源にならないための予防は今できる最大のミッションだと思っています。また、日本でも数多くのお亡くなりになられた方、感染でご苦労されていらっしゃる方が本当に増加の一途をたどっている中、先月末にタレントの志村けんさんが今回のコロナウイルスでお亡くなりになられました。芸能界の大先輩というにはおこがましい限りですが、貴重な日本の芸能界の存在、コメディアンとしての才能はもとより、今まではあくまで世の中のニュースとして今回のコロナウイ新型コロナウイルスを捉えられていた自分が身近で起こってしまったと感じております。やはりプロの女優としての自覚とともに、ニュースではなくお会いしたことは残念ながらないのですが、志村けんさんの訃報はとてもショックでした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。ただ以前にもお話しさせていただきましたが、私佐藤美久、メディアに関わる一員として皆様にお伝えしたいのは、絶対に風評と申しますか、面白おかしくパニックを煽る情報にはくれぐれもお気をつけください。まだマスクなどは、全国的に不足しているとは言われていますが、それ以外のいろいろな医療感染対策にあまり関係のないものの品切れ続出というニュースが未だ続いております。とにかくこんな時だからこそ、全く根拠のない情報に耳を傾けることなく、公式のニュースソースでご判断いただけますよう、私からもお願いしておきます。繰り返しますが、こういう時こそ、いろんな発信源で公式の正式な、情報収集にみんなで努めていきたいと思っております。オープニングから今回もちょっと固めのお話をさせていただきましたこと、このご時世ご容赦、いただけましたら嬉しいです。それではいつもの進行に戻りまして、今回の最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながらなんですけれども、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目はですね、以前ですね放送されておりました TBS の、主演が、上白石萌音さん、そして佐藤健さんが出演されていらっしゃった、人気ドラマでしたね。こちら、参加そして放送されました。実はこの日、後輩の有本ひとみちゃんと一緒に、現場に参加させていただきまして、結構寒い日だったんですよね。まあ、その中で、まあ、春服を着なければならないということで、結構もう防寒いろんなものを着ながら、春っぽく見せて、挑ませていただきまして、ひとみちゃんは結構こう交通事故に遭う人の、役で、こうひとみちゃんがこう私の目の前で倒れている姿を見ながら、でそこにこう佐藤健さんが寄ってくるっていうシーンもあって、すごいちょっと私自身もドキドキしましたし、すごいなと思いました。それ放送もね、ありがたいことに私も、たくさん映らせていただきまして本当にありがとうございます。私もこの現場を目撃した人ということで、参加させていただいて、その緊迫感っていうのは自分の中では出せたんじゃないかなというふうに思っております。なんかこうひとみちゃんが後日かな、なんかこうその私の演技見てすごかったですって言ってくれたのでとっても嬉しかったです。はい。そして、2つ目ですね、こちら、関西テレビさんで、放送されておりました、まあ、結構前からお話しさせていただいているドラマであるんですけれども、私が結構ね出演というか参加ねたくさんさせていただいて、前期のドラマの中で一番参加させていただいた、ドラマだったかなというふうに思います。普段私たちが、
いつもこうお仕事させていただいている、参加させていただいている、まあ、エキストラのこう人たちのこう、どういうふうにしているのかっていうのをこうドラマにして、そのお話がね、こうエキストラこういうことやってるんだよっていうのをすごく面白く、そして分かりやすく、していただいているドラマでして、すごいその白装束に、来て、挑ませていただいたんですけれども、結構こう寒、その日も寒い中で、どこだったかな、すごいこう土手というか、があるところ でそこをこう泥だらけになりながらよじ登るっていうのがあったんですけれども、すごいでも大変な撮影だったんですけど、これはなかなかできないなっていうふうに思いまして、で、最終回ね拝見させていただいたんですけれども、なんと私全然知らなかったんですけど、最後エンドロールに今まで、参加させていただいたエキストラの人たちの名前が、方たちの名前がバーって書いてあって、もちろん私の名前も入ってましたし、そして張本ひとみちゃんの名前も入っていて、後輩たちの、ね、名前も、参加した後輩たちの名前も入っていて、うわーと思って、いや嬉しすぎると思いました。本当にありがたいなというふうに思います。なかなかねこう自分がこうね見てたドラマにこう、自分のまさか乗るとは思ってもいなかったので、やっぱりそういうドラマだからこそこうすごく大切に扱っていただけるんだなっていうふうにとても感じました。本当に素敵なドラマだったなというふうに思います。ありがとうございます。はい、続きましてですね、私の大好きなドラマ、そして私の父も大好きなドラマのね、テレ朝さんの、人気ドラマに参加させていただきまして、そして放映ですね、放送ございました。水谷さん、そして反町さんと中村ゆきえさんがいらっしゃっていて、いやー多分前回先月かな、お話もねさせていただいたと思うんですけど、いやお三方を見るのはしびれましたね。はい、もうお二方、水谷さん反町さん見るのも、拝見させていただくのもすごいテンション上がるんですけども、こうやっぱこう先月もねお話しましたけれども、やっぱり中村ゆきえさんというと私にとっては結構もうヤンクミというか極戦というイメージがあるので、いやーしびれましたね。そのお三方の後ろを歩くという、いやーもう本当に緊張しました。放送も、拝見させていただきまして、ありがたいことに映っておりまして、いやお三方の後ろでこう歩くっていうのは、歩かせていただけてるっていうのはなかなかいい経験をさせていただけたなというふうに思います。ね、結構ねこの撮影で結構もう機材もたくさん置いてある状況の中で動かなきゃいけなかったので、結構こう歩くのがすごい、なんていうんですかね、こう普通ではありえないこう歩き方をしなければいけないっていう、瞬間で、いろんな現場でもあるんですけれども、そういうのでいかに自然に歩かなきゃいけないかっていうのがね、なかなか難しかったかなというふうに自分自身でも思いました。はい、またねこういう大好きなドラマにねまた参加させていただけたらなというふうに思っております。さて続きまして、フジテレビの、4月期の、昨日からね放送が始まっております。4月9日からスタートしております、木曜10時の、主演が石原さとみさんのねドラマに参加させていただきまして、なんとこのドラマの完全な初日になんと参加させていただいて、なのでこうドラマ入ってこう紹介、キャスターさんの紹介があるんですね。その時点でもう石原さとみさんのお名前を紹介するっていうところから始まったので、えっと思って、知らなかったので私もすごい、こんな多分今まで一度もなかったかなっていうふうに思いました。はい、いやすごいと思って、あ今日初日なんだっていうのを初めて知りました。はい、でそして西野七瀬さんもいらっしゃって、西野七瀬さんも初日で、いやその中で参加させていただけるのでありがたいなというふうに思いました。で放送もね非常に私も、ね、楽しみだなというふうに思っております。はい、なかなかね初日っていうのは、でも確かに最終回も本当の本当の最後っていうのは多分私も迎えたことはないので、 またねその最終回も最後、本当の本当の最後の撮影にね挑ませていただけたらなっていうふうに思います。
今後ね、はい、そして続きまして、NHK の、4月期ドラマ10のドラマにですね参加させていただきまして、4月の17日金曜夜10時スタートのですね、貫地谷しほりさんが主演のドラマに参加させていただきまして、後輩の安田くんとそして西本くんと一緒の現場だったんですけれども、あの 医学生役でね参加させていただいて、あの貫地谷しほりさん初めて拝見させていただいて、あすごいなんというか小柄な方なんだなっていう風にとっても感じたんですけれども、この日ものすごい短い撮影で今までにないぐらいの速さで、終わったんですけれども、撮影が終わったんですけれども、貫地谷しほりさんがこうびっくりとか表情だけのシーンだったんですけれども、まあ、あるちょっとアクションシーンがあって、そこに貫地谷しほりさんがこうびっくりするというか表情のお芝居っていうのがあったんですけれども、それ表情のお芝居だけってなかなかこう拝見させていただくことって貴重だなと思いまして、私もねこう盗みながら、すごいなと思いながら拝見させていただきました。でこのドラマもねすごく、放送もね私も楽しみでございます。安田くんと西本くんとね、安田くん久々の一緒の現場だったと思うんですけれども、なかなかね一緒になることはなかったんですけれども、そうですね3人で一緒に固まっていました。はい、ぜひ、ね、そこもねぜひご覧いただければなというふうに思います。そして続きまして、そうですね伝統ある2時間ドラマにですね、参加させていただきまして、まだねちょっと情報解禁がされていないドラマなので、ちょっと詳しくはね申し上げられないんですけれども、後輩のね松尾浩司君とね一緒に、参加させていただいて、すごくこの、ドラマの演出家さん監督さんですねはすごくこうエキストラもキャストもメインキャストも関係なく平等に見てくださる方で、なのでこれいろいろ動いてってこう私みんなこうエキストラ参加させていただいている私たちにこう自由にこう演技してっていう風に言ってくださる方で、いや素敵だなと思いました。はい、他のね去年もねこの、その、演出家監督の、現場に、ね、参加させていただいたこともあるんですけれども、本当にすごいスピードで撮影される方で、すごいその新鮮さというか、あこういう風に扱っていただけるんだなっていうのがすごくありがたかったなという風に思いました。はい、続きまして、なんと、同じくここ市川うらら FM さんで新番組輝きベビールームがスタートします。明日ですね、4月11日から、土曜日、お昼2時半から、スタートするんですけれども、以前ゲスト出演してくださった一般社団法人輝きビビアカデミー代表理事の伊藤美香さんとともにですね、ラジオ番組を通して子育てに悩んでいらっしゃる、全国のパパやママに、届けたいというコンセプトの子育て支援番組をですね、なんと一緒に、させていただきます。番組ね進行させていただくことになりました。本当にありがとうございます。嬉しい限りです。はい、そして収録もねありまして、すごく楽しく収録をさせていただいて、三香先生のすごいこう温かな、すごいこう、素敵なね声で皆さんにねこうお届けしたいと思ってますので、私もねそのサポートをねさせていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ輝きビビールーム、お聞きいただいて、そして映像配信版もねぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。この輝きビビールームは毎月第2、第4土曜日お昼2時半から、放送でございます。今月は4月の11日そして25日でございますので、ぜひお聞きいただければなと思います。そして、同じくねこの番組、この市川ララ FM さんですね、誠の間の収録もございまして、サブカルクリエイティブプロデューサーの誠さんと、先月の放送で、漫画家の真田千佳先生がレギュラーが決定いたしまして、4月から真田先生のコーナーもありますので、ぜひぜひお聞きいただければなと思います。4月の放送は4月12日そして26日お昼12時からとなっております。日曜日お昼12時からとなっておりますので、ぜひお聞きいただければなと思います。はい、そしてですね、
そしてボイストレーニングもねありまして、24日のねコーナーでもねお話しさせていただくんですけれども、サビと大サビが今回ね私が、歌わせていただく曲にありまして、そのサビ感と大サビのその分け方っていうのがすごい難しくって、最後サビで終わるんですけれども、そこの、今までとは歌ってた、サビとは違う感じで終わらすっていうのが結構難しかったなっていうふうに思いました。そこもね24日の、コーナーでねお話しさせていただければなと思います。さてこの1ヶ月振り返りますと、まずもうエンドロールに私の名前が載ったっていうことがめちゃくちゃ嬉しかったです。はい。そしてラジオ番組が、一つ増えたということで本当にありがたいなというふうに思います。まあ多分ほとんどの月だとは思うんですけれども、金土日と3日連続で、私が出演させていただくラジオ番組があるということで非常に嬉しい限りでございます。ぜひ皆さんお聞きいただけたらなというふうに思います。以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は先月発表された第43回日本アカデミー賞では最優秀作品賞、最優秀主演男優賞、最優秀主演女優賞の3冠に輝いた映画新聞記者を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。まずサイトの情報によりますと、怪しい彼女などで知られる韓国の演技派女優シム・ウンギョンと松坂桃李がダブル主演を務める社会派サスペンス、東京新聞記者望月磯子の同名ベストセラーを原案に若き新聞記者とエリート官僚の対峙と葛藤をオリジナルストーリーで描き出す東都新聞社の記者吉岡エリカのもとに医療系大学新設計画に関する極秘情報が匿名ファックスで届く、日本の父と韓国の母のもとアメリカで育ち強い思いを秘めて日本の新聞社で働く彼女は真相を突き止めるべく調査に乗り出す。一方内閣情報調査室の官僚杉原は現政権に不都合なニュースをコントロールする任務に葛藤していた。そんなある日杉原は尊敬するかつての上司神崎に久々に再会するが、神崎はその数日後に投身自殺をしてしまう。真実に迫ろうともがく吉岡と政権の暗部に気づき選択を迫られる杉原、そんな二人の人生が交差しある事実が明らかになる。監督はデイ&ナイトの藤井道人、そしてコーナー冒頭でご紹介させていただいたように第43回日本アカデミー賞では最優秀作品賞、最優秀主演男優賞松坂桃李さん、最優秀主演女優賞シム・ウンギョンさんが受賞されましたということで、新聞記者を拝見させていただきました。もうそうですね、上映されている時に私もね、はい、すごいこう人気の作品っていうのを耳にしまして拝見させていただきました。はい。もうなんというかこう韓国の女優さんと日本の俳優さんが、こう出演されているということでなかなかないんじゃないかな、まあるとは思うんですけれども、なかなか、ね、最近はなかったんじゃないかなと思うんですけれども、もうものすごい面白い、作品だったなというふうに思いました。なんか今現代この現代社会を彷彿とさせる感じの作品でドキドキハラハラの連続だったなというふうに思います。なんかフィクションなんですね、もちろんこの作品は、新聞記者フィクションなんですけど、そのフィクションじゃないようなではないようなちょっとドキュメンタリー感があってすごく見応えのある作品だなというふうに感じました。で、シム・ウンギョンさんすごく目が印象的な女優さんだなってすごく感じました。結構アッ
ップのシーンがカットが多かったなって私はね自身思ったんですけれども、その目の印象がめちゃくちゃ強くて、すごくそこもその目の表情とか目の表現、目での表現とか顔での表現っていうのがすごくこう一つの顔の表現でいろんな感情が出る女優さんだなってすごく感じました。で、そうですね、あとは私がちょっとすごいなって思ったのが、その作品の最初の方ですね、冒頭なんですけど、ある新聞記事が、出て、その東都新聞社の中で、こうなんだなんだとこうこうわらわらとこう忙しく動くシーンがあるんですけれども、そこがすごくこう画面が揺れるというか映像がこうゆらゆらこう揺れるんですね。その揺れるっていうのがすごく、その新聞社っていうすごい忙しい場所の、その忙しさとか、あとはこれからこう何かこう事件が始まるぞっていう感じがものすごく出てる、作品で、なのでわすごいカメラすごい揺れるなっていうか画面がこう揺れるな、その感じもね、ぜひね皆さんね、ご覧いただいてちょっと肌でね感じていただけたらなというふうに思います。はい、ではですね、ぜひ皆さん、新聞記者をご覧いただければなと思います。なかなかね今の、ご時世なかなか映画館で見に行くというのはなかなか難しいかと思うんですけれども、携帯でもねこう今の時代見れる、環境でもあると思いますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらなというふうに思います。以上、今月の片入りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに、関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。はい、ということで、そうですね、本当にこのご時世なかなか、私もですね、先ほどのね、片寄りムービーリポートもなかなかやっぱり映画館に、また映画館で見れるのが好きなんですけれども、やっぱこのご時世なかなか、難しいということで、大変な中なんですけれども、皆さん、ぜひね、本当に今はこうネット社会でいろんなこう情報がたくさん出てるとは思うんですけれども、本当に惑わされず、そうですね、私この番組冒頭でお話しさせていただきましたけれども、公式の本当に正式な情報収集、ぜひ皆さん、私も含めですけれども努めていただきたいなというふうに思います。そうです、なかなかね今もマスクであったり、あとはまあいろんな情報がこう交差してしまって、トイレットペーパーであったり、中にはキッチンペーパーもないっていうところもありますし、はい、なので皆さんぜひね気をつけていただけたらなというふうに思います。ではですね、そして、この番組を聞いて皆さん、どうかこの番組ご意見ご質問感想などございましたら、お便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。